どうも皆さん、石井です。うるさいな。今動画撮ってんだよ。今からね、岡山に行きます。行きますって、行きますって、いや、わからん。よくわからんけど、うん、ちょっと、ごめんなさい、こうなってるんで、よくわからないです。こうなってるんで、今。いや、やめとけよ、ほんとに。まあ、そんな感じなんで。はい。うまい！言うなよ！撮り忘れたんだよ。すいません。ってことで、ちょこちょこ、謝罪の動画になりますが、よろしくお願いします。では、VTR スタート。兵庫県に入りました。走りやすいですね。いいですね。さあ、着きました。岡山郁雲閣。早速ね、この持ってきた車ね、アルテッツァ登録したいと思います。はい、無事に登録完了しました。よし、これで納車までね、時間があるのでね、何時間あるんだろう。3時間以上あります。納車場所までちょっと移動しようかな。ガソリンもいたいし、僕もまだご飯食べたいんですよ。お昼ご飯食べたいんですよ。なんで、ちょっと、そうっすね。ご飯食べて、なんかあるかな。うん。ちょっと、なんか、とりあえず、はい。ちょっとサクッと移動しながら、はい。じゃあ、納車場所まで行きましょう。納車場所に着きました。これね、僕まだお客さん来てないんですが、そう、待ちますか。今6時ちょうど18時30分ぐらいですね。はい、とりあえずもう今ちょっと下ろしてやってます。はい、で最終チェックしてからね、お客さん待ってで引き渡そうかなと思ってます。ではそれまで、まあ、あとはもう渡すのは端折って、うん、まあ、とりあえずもうバイバイみたいな感じですね。そうですね、っていう動画になります。はい、じゃあ納車までしばらくお待ち。じゃあ俺らお待ちするか。お客さん待ってます。はい、さあエンジンかかりました。もう間もなく納車です。もう引き渡したけど納車です。ライドがついた。ライドがついた。当たり前か。暗いな。はい、確認しますね。いや、本当ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。暗いよ、怖いよ、じゃなくてこの時間になっちゃった。今7時半か。うん、7時半。今からこっちと一緒に帰ります。道中の走行動画はもう撮らないです。ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。また動画出すんで見てください。はい、これが多分どうだろうな、久しぶりの動画になるかな。ありがとうございました。ではまた皆さん見てくださいね。さよなら。